皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今回は日本の伝統的な建物に泊まれるホテルを紹介します。ホテルの名前は佐原松下町ホテル日暮里屋です。10月に YouTube で紹介した千葉県の佐原にあるホテルです。まずはチェックインします。チェックインの様子はこちらの動画にもあるので見てください。こんにちは。わあ、綺麗。落ち着いた雰囲気ですごく綺麗です。ではチェックインの方入らせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。今回初めてということで簡単に町のご案内から、はい、させていただきます。はい、佐原ですね、中心にこの小野川という川が一本流れてございまして、この川を中心に発展してきた町でございます。こちら江戸時代にですね、東京にある利根川、はいはい、日本で一番大きな利根川とつながってまいりまして、当時一番栄えておりましたのが江戸でございますので、この川でですね船を使いまして物資を運びまして、反対に江戸の方から出来上がった製品等をこの本土佐原に持ってきまして、ね、ここで商売をですね開いておりました。今いらっしゃいますのはこちらフロントの神楽棟でございまして、こちらでご夕食とご朝食をお楽しみいただきます。本日のお部屋でございますが、一番町の中心地のお部屋でございます五穀棟をご用意をさせていただきました。面白い。ホテルが分散型のホテルでございまして、もともとそこにあった建物を最低限のリノベーションを残しましてお部屋に変えております。すごい。すみません、ホテルから一番近いコンビニはどこですか？はい、この表現覚えておくと便利だと思います。ホテルから一番近い銀行はどこですか？ホテルの近くにドラッグストアはありますか？コンビニはですね、駅前のセブンイレブンがございまして、少し離れているんですけど、こちらに、あ、本当だ、はい、ございます。分かりました。歩いてだいたい10分からゆっくり歩いても15分ぐらいの距離になってます。分かりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらが今回泊まる部屋です。早速中に入りたいと思います。今回泊まるのはこの402です。またここで扉を開けます。すごい、本当昔の家の作りっていう感じですね。階段です。結構急な階段です。だから手すりに捕まった方がいいです。消火器があります。で、ここが私たちが泊まる部屋です。よいしょ。わあ、素敵。本当に昔の建物を利用して作ったホテルなので、畳ですし、なんかこういう天井の部分もすごくこう昔の雰囲気がまだ残ってますよね。で、ベッドがあります。皆さんこれは何ですか？前も聞きましたね。枕です。この電気もおしゃれ、本当に和っぽい感じですね。なんかね、飲み物が結構あって、この水も無料だし、あ、すごい、紅茶とか、これ多分コーヒーだよね。うん、ドリップコーヒーもあるし、確か冷蔵庫にも入ってたかな。あれ、よいしょ。冷蔵庫にも飲み物があります。で、これはセーフティーボックスですね。わあ、素敵。電気ケトルもあります。これは空気清浄機。景色は、あ、さっき歩いてきたとこが見える。これ開けられるのかな、窓。よいしょ。あ、開けられる。おお、こんな感じです。いいね。よし、
で、浴衣とアメニティがあるって言ってました。アメニティがこの可愛いポーチの中に入ってます。友達が今箱を全部開けてくれました。耳栓とか、これはボディーローション。で、これ、カミソリ、ヒゲソリ。で、ブラシ。で、ボディータオル。と、あとこれ、コットンと綿棒ですね。で、これはスキンケアセットで、開けてもいいですか？うん。化粧水とか、クレンジングクリームが入ってます。で、歯ブラシと歯磨き粉です。トイレとお風呂は、あ、こっちか。スリッパがあります。トイレ。で、バスタオルとタオル。あ、お風呂きれい。バスタブ広いですね。アメニティもある。多分シャンプーとかボディーソープかな。そうですね、シャンプー、ボディーソープ、あとトリートメントもあります。そして鏡で、シャワーヘッド2つありますね。すごい。よいしょ。ドライヤーもあります。で、洗面台ですね。ここで手を洗います。これから夕飯を食べます。その前にホテルのスタッフさんと私の会話を聞いてみてください。この日本語の字幕はコメント欄の一番上に書いておきます。私は何時にすると言いましたか？またですね、フレンチのコースでございますので、1時間半か2時間ぐらいごゆっくりお楽しみいただくコースでございまして、はい、本日お食事のお時間でございますが、早い方ですと17時半か2時間のコース、ゆっくり見ですと18時からと2つご用意してございますが、コースごいかがでしょうか？17時半からか18時。18時で、はい、ございます。どっちがいいかな。どうしよう、じゃあ17時半からでもいいですか？はい、かしこまりました。お願いします。明日のご朝食でございますが、8時半もしくは9時からお選びいただけますか？いかがでしょうか？どうしよう、8時半か9時。じゃあ、どうしよう、9時でもいいですか？9時で、はい、かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。こちらがメニューです。フレンチですね。カツオです。すごい熱い。美味しそう。これはトリュフ塩と言っていました。さつまいものスープです。千葉県産かずさ和牛のローストが来ました。美味しそう。これは味噌だそうです。うなぎのだし茶漬けです。かぼちゃのデザートとアイスクリームです。地産地消にこだわった料理で本当に美味しかったです。次の日は7時に起きました。皆さんは今日何時に起きましたか？コメントで教えてください。おはようございます。おはようございますは朝の挨拶です。友達とか家族に言うときはおはようということもあります。本当に今起きたばかりです。顔を洗って化粧をして服を着替えたので、これから朝食を食べに行きます。朝食も地元で採れた食材がたくさん使われていました。蓋を取ります。すごい美味しそう。まさに和食です。
コーヒーです。ホットコーヒーです。これはミルクです。コーヒーにミルクを入れます。皆さんは入れますか？これはスプーンです。スプーンで混ぜます。混ぜます。これは砂糖です。私はコーヒーに砂糖は入れません。コーヒーを飲みます。朝飲むコーヒーは本当に美味しいと思います。あ、ごちそうさまでした。すいません、今あのホテルの精算してもいいですか？でございます。はい、お願いします。お名前とお部屋番号を確認いただきまして、ご宿泊代と昨日お召し上がりいただきましたお飲み物代のご精算でございます。払いは現金またカードで、はい、お願いします。はい、ただありがとうございます。いつもたくさんコメントを書いてくださって本当にありがとうございます。今日の内容は皆さんどうでしたか？日本語は聞き取れましたか？もしかしたらお店の人が話す日本語は早いかもしれないんですけど、何回も聞いたり、あと速度を調節して聞いてみてください。いつもありがとうございます。今日はここまでです。また来週。バイバイ。